サウンド360チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。音かじりのコーナーです。今日は私50代が紹介したいと思います。その一曲がこちらです。皆さん耳にしたことがありますよね。そうです、アタック25のテーマ曲です。この曲を作曲されたのは昭和の天才奇才と呼ばれた山下武夫さんです。山下武夫さんはこのアタック25以外にも霊感山感やタイムショック、さまざまな当時昭和のテレビ番組のタイトルを作った方です。アタック25、このフレーズ耳に残りますよね。実は私30年ちょっとこのアタック25という番組に携わっております。私の仕事は SE 効果マンということで、山下さんのタイトル曲とかをスタジオサブというところから流したり、VTR クイズだったり VTR クイズの音楽を選曲したり作ったりしてつけて、出したり、最後に番組全体の MA 作業、マルチオーディオ作業で放送の最後の音調整に携わったりする仕事です。30年、とっても楽しかったです。アタック25の思い出を語る前に、先に音楽の話をしたいと思います。山下武夫さんが作曲されたアタック25というテーマ曲、これは、以前ナイトスクープで山下さんを訪ねて、なんかやってたのを思い出すのですが、当時はそういう打ち込みとかではなく、オーケストラで、山下さんがアタック25、あの声は山下さん本人なんです。そしてオーケストラバージョン、コーラスバージョンで女性の方々が25とかやって当時は撮っていたそうです。アタック25の番組全てが山下さんの曲でした。ところどころに音楽問題とか入り、違う音楽問題でアーティストの方の楽曲を使ったりするのですが、当時30年前は全て山下さんの曲でした。その時は旅行クイズはパリ、タンタタンタンタタン、今流れているこういう曲もこの曲も山下さんの作曲です。そしてハモンド、ポン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 、あれみんな赤、白、緑、青と全部音が違うのご存知ですか？それとかおたち、チャンチャンチャン、今流れているこの曲とかも全て山下さんの曲です。昔私が着いた当初の30年前は、勝利者が最後の問題に正解したらスチュワーデスさんがバーッと花束を持って出てきていたんです。その時に流れた曲も山下さんの作曲です。ここからは私なりに30年間アタック25に携わらせていただいた思い出をちょっと語りたいと思います。私がやり始めた時の司会者はもちろん児玉清さん、とってもおおらかで本当にダンディーで本当素敵なかっこいい方でしたね。スタッフを麻雀大会に誘ってくれたり、夏や冬忘年会でいろいろ児玉さんに景品をいただいたり、様々な思い出があります。忘れもしません、児玉さんが亡くなられる時、亡くなられる前に収録中に2本目にちょっと児玉さんが具合を悪くされ、リハーサル中でしたかね、ちょっとだいぶ中断したことがあったんですけど、そこからちょっと児玉さんが休まれて、そこから、ピンチヒッターで浦川アナウンサーがやられていました。そんな時、ある日、寝ていましたら昼頃でしたかね、プロデューサーから、その当時のプロデューサーから突然電話があり、児玉さんがお亡くなりになられたと。その時は本当に本当に悲しかったです。涙が止まりませんでした。それから児玉さんの追悼番組をやることになりました。児玉さんの追悼番組で、番組の音
と全般を任せていただき、本当に心を込めて感動の曲をいろいろ選曲して作ったのを覚えています。そして忘れもしないのが、最後に、MA チェックというんですが、 MA チェックをしに、近くのスタジオに行ってたわけです。明け方でしたかね。そしてチェックが全て終わり、再放送にちょっと戻ろうとした時に、急に雨が降ってきたんですよね。急に、本当に急に降ってきて、それは本当5分ぐらいでやんだんですけど、私は ABC に戻る前のほんの本当の5分間でびしゃびしゃになった思い出があります。本当に児玉さん、いろいろたくさんのいい思い出ありがとうございました。そして児玉さんから浦川アナウンサーに引き継がれ、浦川アナウンサーもすっごくいいキャラクターで大好きでした。本当に本当に、なんか今までのアタックじゃなく、本当にアットホームというか、本当にすごいいい感じで、すっごく楽しかったです。本当浦川さんの人柄も大好きです。そして谷原章介さんに変わりました。本当に男前の方で、皆さんお気づきかどうかわからないんですが、谷原章介さんに変わるときに、アタックのテーマ曲、そしてハモンド、そして海外行きの、タンタタンタンタンという音楽が変わったのをご存知でしょうか。変わったといっても、ちょっとアレンジをかけて今風になったんです。音楽をちょっとやっぱり昔、あの時はモノラル放送だったんですが、それをステレオ放送にいじり、ちょっと現代チックになりました。谷原章介さん、本当に男前で人格者で素晴らしい方です。また違ったアタック25が始まったと思っていました。そして先日発表され、アタック25がとうとう終わることになってしまいました。残念でなりません。アタック25、いろんな思い出があります。音楽でも、VTR 中のクイズの音楽なんかは、最初は何千曲何万曲の中から選曲し編集して使ってたのですが、それが時代の流れとともに、だんだんありものよりか自分らで作った方がいいということになりまして、弊社の従業員であった、清水君という人に、音楽を全部作ってもらい、それを僕たちが、いろいろ編集なんかして、ディレクタープロデューサーに OK をいただき、それを使っていました。本当に懐かしい思い出です。アタック25、制作人はじめ技術、そして問題制作の人たちでも本当にいい人ばっかりでした。僕はキャリア30年番組やってる、一つの番組やってるって言ったら、すごい珍しい化石みたいな感じの思われる方も多いと思うのですが、そんなことなかったんです。アタック25は僕なんてまだひよっこ、もっともっと僕よりか本当に古い方々がたくさんおられ、本当にもう癒やすい楽しい番組でした。またスタッフ同士が集まっていろいろお鍋をしたりとか、いろいろもう本当に楽しい思い出ばかりです。もうすぐ、最終回の放送の収録があります。現在コロナ禍ね、こんな45年続いた番組でも、そういうね、さよなら会さえもできないだろうと思います。本当に残念です。時代の流れなので仕方ないといえば仕方ないです。本当にアタック25を見てくださった皆様、ありがとうございました。そしてアタック25、ありがとうございました。今日はこの辺で終わりたいと思います。音かじりの